化するから何を運ぶ？どうも、いわきの妹こと小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす人よりちょっとお船とお魚とお花が大好きな独身 OL よ。さて今日も私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろ、なんかいいことないかな、なんか楽しいこと待ってないかな。それでは今日も懲りずにやってまいりましょう。よっしゃみえゴすごい雨だったね。みんな大丈夫だった？あんな土砂降りの雨久しぶりに降ったよね。みんな風邪ひかないようにね。さてこの日は晴天に恵まれて、こちら第3埠頭第4埠頭もっとその先へ向かっていくよ。あ、小名浜製錬所、あれは鋼を作ってくれる工場だったよね。いつももく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 煙を立てている煙突が何か囲われて、隣には大きなクレーンが立っている。一体何をしているんでしょう。補修中かな。そしたらまず最初に登場してきてくれたお船はあちらのお船でございます。うわ、ずいぶん大きいね。だいぶ距離があるけれども、大きさはここからでもよーくわかります。なになに、なんて名前のお船なんですか？あ？あ、ブルーサファイア。ブルーサファイア。とっても素敵な名前だね。どちらの会社さんのお船なんでしょうか？ん？太陽産業貿易株式会社。太陽産業貿易株式会社って言うんだね。うわ、お船の上にはたくさんのクレーンが置かれています。あのクレーンがついてるってことは貨物船っていうことだね。大きな荷物をたくさん運んできてくれるそんなお船なんだね。なになに、用途を調べてみるとこちらのお船、ぬいぐるみの貿易や動物のフィギュア、動物のペンとかね、動物が好きな会社さんなんだね。知らなかった知らなかった。どれ、今一体どこら辺にいるのかな、調べてみようっと。あ、ポチッとな。なになに、ブルーサファイア。お、ずいぶん外国のエリアにいるんだね。ルートを見てみましょう。お、あ、今台湾の真横にいるんだ。そして南シナ海の方を向かっている。あ、韓国、そしてここいわきも寄ってたんだね。こちらのお船、国籍はパナマ籍なんだけども、実際の会社は神奈川県の横浜にあるんだね。そしてフィリピンに向けて船員さんをたくさん派遣するようなそんな会社さんなんだそうです。さてさて、お次に登場してきてくれたのはこちらのお船さんでございます。あなたのお名前なーに？あ、新地丸。新しい土地の丸、新地丸って言うんだ。隣にはめちゃくちゃ大きい、あれガントリークレーンだっけ、とにかく大きなクレーンが横付けされています。
あなたのお船、会社はどちらなんですか？あ、日本郵船？日本郵船なんだ。びっくり。ほらほら、日本郵船っていうのは東京に本拠地を置く、ほら皆さんご存知、超豪華クルーズ船アスカ2を運営している会社さんでもあるよね。うん、じゃあこちらの新地丸さんは一体何をしにここ小名浜港に来ているのでしょうか。ん、何用途？用途は石炭専用船。石炭専用船なんだ。え、じゃあその石炭をどちらに運んでいるの？ん、相馬港。あ、相馬港の相馬共同火力発電所に石炭を運んでくれる、そんな専用船なんだね。え、じゃあその石炭って一体どこから持ってくるの？あ、ポチッとな。ん？なになに？オーストラリア。オーストラリアのニューカッスル。ニューカッスルってどこなんだろう。はい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 、引いてみてみましょう。わあ、すごいすごいすごい。オーストラリアの右サイド、右端の方のニューカッスルから石炭をいっぱい積んで日本まで来てるんだ。こんな光景は随分綺麗な街だね。そんなところからここ日本まで来てくれてるんだ。うわ、すごいよ。海岸もすっごいおしゃれな街並みだね。うわ、すっごいすっごい、随分大きな街だね。知らなかった知らなかった。あそこオーストラリアのニューカッスルからここいわきの相馬まで石炭を運んできて、バン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 石炭を燃やして電気を発電してくれてるんだね。あ、知らなかった知らなかった。もちろんもちろん、そこで作られた電気は私たちの家庭で使われてる電気だとか、首都圏の方にね主に電気を送り出してる、それがねここいわきのエリアの火力発電の特徴だったよね。あ、勉強になるな。あ、とってもためになるな。さてさて、景色が変わってまた新たなお船が見えてきました。こちらのエリアからだと遠すぎてお船の名前はわからない。でもでも、どんな作業をしているのかはなんとなく見えるね。隣に大きな大きなコンテナのクレーンでしょうか。おやおや、あちらにも V 字になったクレーン車を積んでいる大きなお船が到着しております。ああいったクレーンを積んでるお船って重量物運搬船って言って、船の上にほらほらほら、あのさ、クレーンっていうの、あ、ヘビーデリックって言うんだって。ん？またのはジブクレーンとかっていうらしいんだけども、あのクレーンで荷物を吊り上げて運んできてくれるんだって。なんだろう、ほら、なんか釣り上げてる釣り上げてる。うわ、なんか釣り上げてるよ。一体あなた何を釣り上げたんでしょう。なんかもう UFO キャッチャーみたいだね。うわ、すっごいすっごいすっごい。こんなの生で見られるのなかなかないよ。あ、ラッキーだラッキーだ、今日めちゃくちゃラッキーでじゃない。あー、すごかったすごかった。今日見られたお船はどちらのお船も随分ね大きさがあるお船で、ダイナミックなシーンを見ることができました。あら、あなた浜ひるがおさんね、今日も元気にありがとう。はい、いかがでしたでしょうか。今日も変わらず私は小名浜港をうろちょろうろちょろ、そこで出会うことができたお船はフィリピン沖の貿易船ブルースサファイアと相馬への石炭専用船新地丸のご登場でした。
今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介してくんね。最初のお兄ちゃん、馬さん、魚もさばけるけど、ウーもさばける。いわきの妹ことみんなの妹。今回も楽しい YouTube ありがとうね。タイに行きたいのね。いえいえ、楽しんでくれてありがとう。みんなの妹っていいフレーズだね。次のお兄ちゃん、猫の王国軍幹部さん。オナヒハマミンですが、初めて見た。あ、工場初めて見たんだ。結構ね、近くに住んでても行かないものだよね。はい、次のお兄ちゃん、斉藤正嗣さん。カツオ4分の1、500円、少し安くなったがまだ高い。ニンニク醤油最高、 YouTube 頑張れ、ありがとう。そう、私ね、ニンニク醤油で昨日ガツガツ食べちゃった。美味しいよね。今日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。また次回もお楽しみにね。また見てよね。バーイバイ。メンバーシップ開設。ねえねえお兄ちゃん、ついに私のチャンネルはメンバーシップを開設したよ。メンバーシップの種類は3つ。1つ目はメヒカリコース。こちらは絵文字が使えるよ。続いて2つ目はサンマコース。コメントの優先返信をするよ。そして3つ目はカツオコース。限定動画を見られるよ。メンバーシップで得られる収益はすべてオナヒと夢貯金に積み立てられます。それじゃお兄ちゃん、あたしと一緒に夢を叶えちゃおう。お兄ちゃんのご参加を心からお待ちしております。受付は概要欄で。カワナシカ食べたことある？いわきから世界へ。どうも、オナハマ一人暮らしことオナヒトの夢貯金。いつも私の動画を見てくれているお兄ちゃんたち、今日も私の動画を見てくれてどうもありがとう。お兄ちゃんたちの応援のおかげで私のチャンネルは見事 YouTube の収益化に成功したの。本当に本当にありがとう。さてさて、このチャンネルで収益して得られるお金は全部私のポケットマネーになるの？なんなんなん。私にはどうしてもやり遂げたい夢があるの。それはね、海外で暮らしてみたいって夢なの。なになに、そんなの無理、バカみたいな夢だって、そんなのできっこないよって。でもでも、ちょっと振り返ってみてごらん。ちょうど1年前、私が YouTube を始めた時、誰も私が YouTube の収益化に成功するなんて思わなかったよね。それと同じように、私はこのバカみたいな夢を本気で叶えてみたいの。いや、絶対に叶えるの。それじゃあ、そんな夢を叶えるために何が必要かって？それはね、そうマネー、マネーでございます。海外一人暮らしに挑戦するにはざっくり15万円貯める必要があるんだ。そこで今後の私たちの資金作りの作戦タイム。資金作りをする方法は大きく3つあるよ。まずは1つ目、 YouTube の収益化で得られるお金は毎月自動的に資金として積み立てていくよ。次に2つ目、このチャンネルのメンバーシップを開設するよ。こちらは今準備中なんだけども、メンバーシップ加入者の方々には限定動画を見られるようにしたいと思ってるんだ。開設準備ができたらまた改めてお知らせするから、ぜひお兄ちゃんたち入ってよね。
そして最後の3つ目はスーパースタンクス。これは一つ一つの私の動画に対して支援できる YouTube の仕組みなんだよね。以上の3つが私とお兄ちゃんが夢を叶えるためのご支援方法になるよ。その他今まで通りペイペイやアマギフでも直接ご支援いただくことも大歓迎です。あなたなりのご支援の方法で一緒に夢を叶えちゃおう。それじゃあ今後は動画の最後に私の貯金額を公開していくから、ぜひぜひ積極的に応援してほしいな。お兄ちゃんたち、私が貯金を使い込まないかしっかり見張っておいてよね。ここまで付き合ってくれたあなたが大好きです。それでは次の動画でお会いしましょう。私と一緒にいわきから世界へ飛び出そう。バイバイ。千葉県銚子市金星丸。サンシャインシーガル戻ってきた。